ドリームレース登場の清水宏さん、ヒロトさんはそのドリームレースというのはどういうこうイメージというかものとして捉えていたんですか。いや本当なんですか、お客さんの投票があってなんで、うん、すごく光栄なことです。その活躍ぶりはとても目立っていて、レース内容もあって、我々はやっぱり選ばれておかしくないだろうなと思ったけど、本人はどうですか、選ばれるかどうかなっていうところ。いやー、半信半疑なとでした、はい、まあ、オリオンぐらいはいいけるのかな、分かんないですけど、オリオンぐらいは、ね、いけたらいいなって感じでしたけど、ね、まあ、グランプリで頑張ったり、本当 G1 での結果も残していって、はい、でもちろん G1 の優勝までもうちょっとのところで今の戦いがあって、全然差は大きいですけど、うん、はい、ちょっとその並びとしては、うん、短期になりそうですか。あ、そうですね、うん、短期でやろうと思ってます、うん、はい、グランプリのこともあってでしょうけど、別に短期で何かしらこうアクションを起こすことについては不安はないですか。いやー、どうですかね。ワッキーと深谷にちょっと3社2社というラインでちょっと難しいですね、うん、なんかちょっとなんかあんまり、うん、イメージが浮かばないですけど、うん、はい、まあ、走りながら、うん、体が動くように、はい、行きたいです。本当にじゃあその感性という中でこんな感じですかね、うん、ちょっとなんかどうしようっていうのが今のところ浮かばないですね、うん、まあ、ただやっぱり価値の違う一着になると思うから、うん、はい、もぎ取ってほしいなというところがあります。そうですね、ちょっと頑張ってみたいです、うん、ある程度その良くはなってるんですか。そのあ、だいぶいろいろなんか山あり谷ありのこの今年の、まあ、どっちかなどっちか山か谷か、今回もちょっと足見ないと分かんないですけど、うん、はい、なんとかします。直前の練習はじゃあいつも通り、練習は割と、はい、割とな感じでやってはっていう、はい、ドリームということで、まあ、しっかり期待に応えれるように頑張